東富士演習場の使用協定が今年度で期限を迎えることから国が更新に向けた協力を県に求めました南関東防衛局企画部の秋吉雄一部長は使用協定の更新は防衛省にとって最重要案件の一つと述べ国と地元の調整役としての理解と協力を求めました 使用協定は5年に1度更新され、来年3月末に期限を迎えます。県は円満な締結ができるよう、できる限りの協力をすると答えました。今後、国は御殿場市など2市1町と権利者と課題などについても協議する方針です。